東海学園大学4年の井堀和明です。東海学園大学4年の吉田正です。井堀君、はい、今シーズンの魅力、意気込みを教えてください。今シーズンは、去年行けなかったインカレに出場して、チームとしても魅力あるチームになっていきたいと思います。はい、東海学園大学4年明石幹事です。今年のリーグ戦は1試合1試合質にこだわって、見ている人が面白いと思えるようなサッカーをします。応援よろしくお願いします。はい、東海学園大学4年藤本圭司です。圭司君、今年のチームの魅力を教えてください。今年のチームの魅力は、上手い選手が多いので、魅力あるサッカーができると思うので見に来てください。はい昨シーズンを振り返り、今シーズンの意気込みを教えてください。昨シーズンはリーグ戦4位と悔しい結果に終わってしまったため、今シーズンは全国大会を出場し、自分たちの魅力あるサッカーを全国に広め頑張っていきたいと思うので見に来てください。以上です。東海学園大学2年森谷優馬です。東学サッカーで見てもらいたいところはどこですか？今年の東学は一人一人の個性を生かした攻撃的なサッカーを見てもらいたいです。応援よろしくお願いします。これからリーグ戦の意気込みを3名に聞いていきます。お願いします。東海学園大学3年生村田達也です。得点を取ります。お願いします。東海学園大学4年古山優雅です。今年は気持ちで勝ちます。お願いします。東海学園大学4年金城アンドル大輝です。最小失点目指します。以上です。応援よろしくお願いします。しゃあ、第62回東明東海学生サッカーリーグ戦開幕まであと2日。うわー、2日。東海学園大学3年生こっち見る村田達也です。カットカットカットちょっと待って、なんでもうマジで上がりそうだから無理だわ俺。今シーズンの目標なんでやねん